皆さんご機嫌いかがでしょうかそうかきくです。本日はね、2023年12月30日。ね、20 2023年ももう暮れですね。はい。それで今日ね、あのー、今日の昼飯のコーナーです。はい。今日ね、食べる昼ご飯は焼きそば、ブルダック、炒め,めになります。はい。ちゃんと濃い。めっちゃ辛い。はい。うん。 ねえ、ブルダックは、まあ、100円ショップでたまに売ってるんですけど、一時期ね、品切れになっていたようで、なかなかなかったんですけど、今回、久々に見つけて、これは、焼きそばですね。ね普通に、あのー、今まで食べたことあるのは、あの、焼きそばではなかったので、今回なんかソース味の焼きそばですかね、これね。どうですかね。まあ、楽しみですね。めっちゃ辛いと思うんで、辛い焼きそばか。ねまあ、これからね、作っていきたいと思います。 はい、ちょっとね、袋の方がちゃんと映ってなかったんで、今回、あの、映しておきます。あの、今回ですね、あの、YouTube の12月の単価についてちょっと触れようかなと思ってます。12月、3月はね、YouTube の稼ぎ時で、単価が上がる時期だと言われてるじゃないですか、そのあたりにね、あの、触れようかなと思います。 はい、YouTube のね、12月の単価についてね、触れていきたいと思います。で、YouTube では、12月と3月がね、CM の数が増えて、単価が上がるっていうことがね、昔から言われてますよね。まあ、皆さんどうですかね ねご覧の、ご覧になられてる方の中には、YouTube されてる方もいるんですかねどうですかね皆さんは。やっぱり個人によってね、あの、違うところがあるので、まあ、それで、まあ、オイラの単価についてはね、あの、以前、顔出しでね、あの、まあ、話しましたんで、まあ、探ってみてください。うん。まあ、視聴回数の割には、オイラ結構 YouTube の単価高いんで、その理由についてね、語ってますんで、はい。 まあそれで、まあ、今年の12月の単価ですけど、まあ、今年に入ってね、まあ、YouTube オワコンとかね、言われていて、みんな単価が下がってるっていう話をね、されてるんですけど、オイラは特別下がってないんですよ。うん。本当なのかなっていう。まあ、一人一人、本当違うんで、個々人によって違うんで、まあ、一概には言えないと思うんですけど、オイラは別に下がってませんね。それで、まあ、12月半ば頃からね、普段、 というか、例年上がるんですよね。それで、今回上がらないなと思っていて、結構12月の半ばサボってたんですね。まあ失敗したなと思って。それで、まあ最近ですね、3日前か4日前に、まあ YouTube スタジオで確認してみたら、まあ、ちょっと上がってました。はい。おいらの普段の YouTube の単価、まあ0.4円ぐらいなんですね。はい。 ま、100回視聴回数が回ったら40円ということですね。はい。0.4円というのはね。0.1だったら100回視聴回数が回ったら10円です。ね、昔はだから YouTube ね、0.1円って言われていて、あれは、俺らはもうおかしいなと思っていて、当時からもう0.1円以上あったので、まあ、おかしいなと思いながら、俺らはそんなね、単価高いのかなと思ってたんですけど、やっぱりね、あのー、う、まあ、ここ数年、 からね、あの、バ露する方が多くなって、中にはね、あの、単価1円ぐらいあるっていうね、話をされている方もいますよね。うん。うん。まあ、それで、12月の単価ですけど、まあ、0.5円ほどに上がってました。はい。<laughs> だから0.1円ほど普段より上がってるな、という感じで、まあ、まあ、ちゃんと上がってますね、12月ね。うん。だから、しっかり、ね、まあ、頑張ればよかったのかなと思うんですけど、まあ、俺ら自体は、 ちょっと8000円に届かないので、12月の収益、ね、1月に入ってこないんじゃないのかなっていう感じですね。まあ、失敗したなっていう。はい。まあそんな、どうでもいい話でした。これからね、炒め麺、ブルダック食べていきたいと思います。はい。中身をね、紹介していきます。まあ麺は普通の麺ですね。うん。細麺ですね。ね。 こんな感じで細麺が入っております。まあ、それで、こちら火薬ですね。火薬と麺をお湯に入れて、あの、ふやかす。ふや、ふやかすっておかしいな。こっちらソースですね。あの、麺を、あの、茹でて、まあ、お湯を切ってから、このソースを振りかけるんでしょうね。はい。それだけですね。はい。まあ、作り方は簡単なので、普通の作り方ですね。こちらね。はい。作っていきます。 はい、出来上がりました。ちょっとあの、キャベツが入ったんですね、火薬ってね。はい。うん。まあ、普通のペヤングとかにでもついてそうなキャベツですね。またこちらね、あの、これ豆苗ですか。豆苗と玉ねぎの炒め物があったので、これも混ぜようと思います。はい。豪華ですね。豪華な昼飯ですね。うん。まあ、めっちゃ辛いと思うんでね。 俺はブルダックってそんな食べたことなくて、うん。そこまで詳しいわけではないので、ねえ。前、たまたま100円ショップに置いてあるのを見かけて、あ、美味しいなと思ってね。まあ、辛いのは辛いですけどね。うん。まあ、これ普通にソースですよね。うん。まあ、辛いんですかね。赤身は特に感じませんけど、うん。ソースの感じしかしませんけどね。本当に辛いのかな。うん。 うん。まあ、いただきましょうか。まあ、しっかり混ぜないとね。ねえ、あの、先日あの、東南アジアの、あの、ね、カップ麺というか焼きそばみたいなものを食べましたけど、美味しいですね。あとね、最近ではないんだけど、1ヶ月前ぐらいにペヤングのナポリタン食べました。あれ、めっちゃうまかったな。ペヤングのナポリタン。まあ、辛かったですね。うん いや辛くはなかったかごめんなさい、なんか。記憶はやふやでね。結構、あの、ペアングルのナポリタンうまいなと思って。味が洋風でね。あれうまかったなうん。さて、しっかり混ざりましたかね。まあ、いただきましょうか。うん。うん。うん。まあ、辛い。ピー辛ですね。だけど味は、ま、あ特別、変わった味ではないな。辛いな、これな。 うん。うん。まあ、普通に美味しい。うん。普通に美味しいわ。そ、そんなめちゃくちゃうまいとは思わないけど。でも、辛い。この辛みはどっから来るのかなっていう。ね、ソースの中に、こんな辛さがね、あるなんてね、不思議ですね。うん。 まあそんなね、なんて言うかな、日本の焼きそばとはやっぱ違うね。うん。俺は語彙力貧困なので、ちょっと説明できないんだけど。<laughs> まあ麺は細麺ですよね。うん。まあでもこれだったらね、やっぱり日本のカップ麺、カップ焼きそばのが美味しいっていう方多そうやな。俺はも日本のカップ焼きそばのが好きかな。うん。 うん。まあ、辛、甘辛なんだけど、うん。なんて言うかな。日本の焼きそばの甘辛とはちょっと違うな。うん。うん。まあでも普通に美味しい。うん。全然食える。うん。美味しいわ。<laughs> うん。 ね皆さん一年どうでしたかね明日もうおみそかですね。一年早いですね。俺はこの一年、腰痛でね、苦しまされました。うん。はあ、なんかね、あの、車体動画、青空ムービーの方で、あの、夏場、ちょっと腰痛めてっていう話をしてしまったんですけど、夏場そんな悪くなかったですね。そういえばね。うん。夏場、調子良かったんですけど、なんか、暑くて行動してませんでした。 めっちゃ暑かったですよね、今年の夏ね。で、今、暖冬じゃないですか。来年の夏どうなるんだっていう。今から末を恐ろしいなっていう。うん。最近になって、俺は夏のが好きだったんですよ、昔は。うん。子供の頃はね、夏休みもあったし。さすがに中学、高校ぐらいになると、まあ、野球部だったら練習きつかったんでね。<laughs> 夏休みそんな好きじゃないありませんでしたけど。 まあ、卒業してからもね、夏の方が好きでしたね、冬よりはね。うん。だけど、最近は冬の方が好きですね。うん。ね、電熱ベストもありますし、まあ、なんとか暖房を使えばね、冬でも全然普通じゃないですか。うん。原付きの手でも電熱ベストね、着てたらまあ、耐えれる寒さなんで、ね、夏の場合そうは引きませんからね。うん。 なんか首にかけるクーラーあるんですかなんて言うのかなネッククーラーあれちょっと買ってみようかなっていうね。誰かがゲーマーの方がね、なんか紹介されていて、去年買ってよかった商品の一つにあげてましたけど、ネッククーラーですかあれ。あれいいのかな <coughs> まあでも、ブルダックね。うん。まあ俺はペヤングでいいかな。<laughs> <laughs> UFO でいいかなみたいな。イカ焼きでいいかなみたいな感じですかね。うん。というわけで、ね、今日の昼飯でした。まあ、美味しうございました。美味しいですよ、これ。ブルドックね。まあでも、他の種類のがやっぱ面白いから。ね。これだったらやっぱり日本の焼きそばと大して変わらないから、そんな、うん。そんなもの珍しいという感じもしませんね。うん。はい。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。